皆さんどうもいやー買っちゃいました22二ステラ人生一回きり全てをねやっぱり、えー、一流の男俺たちはうん、まあ、うちのリスナーはあのいろんな人いるし一流どうのっていう話もするつもりもねえんだけどやっぱり釣りやるからにはさ その中の最高峰の道具とかもさ、理解しないとさ、やっぱダメじゃん。語れないもんね。ということでね、えー、ステラ。こちらで、ね、買いました。ステラのね、2500S の HZ。こうやって,なってるね。ステラ。オッケーで、まあこれいろまあこれ見てもしょうがないよね、箱は。うん。 ま、この辺は油と、まあ、こういうメンテね。で、メンテの仕方はまた、あの、水でジャブジャブーってやるだけでいいんで。うん。あの、この間青物行ったでしょえー、青物のブリで、あの、釣りしてさ、もう、なんだ。年間調校回数200回の、あの、ボートの船長さん。ステラ使ってたよね。メンテしてないって。 23年に1回たまになんか五里感出てきたなって言ったら3年に1回かうんんか出してなんかねお店で分解してやるぐらいで基本何にもしてないそうですだからこいつが何が一番すごいかっていうともうなんか細かいことしのごの言ってもしょうがないんだよねもう道具として最高ってことでステラを上回るスピニングリールっていうのは 個人的には日本に存在してないし、これ以上のものがないし、使用感、巻き感、そしてこのドラグ感、そしてトラブルの少なさ。でも最高なわけ。で、年間調校回数200回を数える船長さんの船にはこれがポーンと乗ってて、ポーンって毎日、年間200回調校してノーメンテで行けちゃうと。いうのがステラね。下手なリールだったら、そんな、 もう10回20回使ったらゴリタン出ちゃう。<laughs> 無理無理無理。ステラならではの、だからもうね、死のうの言うつもりないんですよ、自分。もう合成感だけ。道具として、もう本当に男前っていうだけだよね。もう、あとは全てが、あの、日本のスピニングリールの中ではトップなんだから、もうこれ以上のものは僕はないと思ってる。まあ、僕の偏見ですけどね。 あの、コメントでどんどん書いて。お前勘違い、いがんじろ、こんにやろう。つってね。コメントどんどん文句言ってください。お前勘違いすんな、こんにやろう。ってね。言ってもらっていいんで。ただ、あくまで私の個人的意見ね。合成感から何から何までも。絶対違う。もう、もう戻れない。他の理由に。これ使ったらもう絶対戻ることできないから。 すごいでしょこの音あとモステラがいいのはねこのドラグン。たまら朝までやれるこれこの状態で見て朝までいけるということでこれなんか巻くか <laughs> 何号巻こうかなまあ僕はピーライン女こだわりないんだけど ま、これ使うこと多いかな。デュエルのハードコア。で、X8 を8本巻き。で、これはな、あの、150メーターまだ残ってるから、この間使ったんで。まあ、これでいいかなと。うん。だいたいね、1.5号っていうのがね、ちょっと太めなんだけど、バス釣りには。C バスにも使ったりするから。で、ブリとかもやるでしょ。自分ね、もあ青物ものバンバン釣っちゃってるんで。なんで、ブリと、ブリとブラックバス混ぜて使っちゃうっていうか。枯れちゃった感が、枯れ マジでいいなこれインフィニティドライブねだからもう死のもの言わないわ俺もうこいつの良さは道具として最高これ以上のものがねこれでないと釣れないでコメントでどんどん文句言ってもらっていいですよあの高い道具持ってるけど超かいまいちんみたいなねっていう方もいますそれはただそういう方はこれね腕がない人もいるから まあその腕のない人はまあ俺の動画見てもらって、バンバン釣っちゃってるんでね、毎日釣っちゃってるんだよな、今。うん。ほんと毎日40アップ釣ってますよ。もう最近動画回すのがめんどくさいっつって、普通に釣りして帰ってくるだけ。普通に釣って前だったらね、まあまめに動画撮って、いろいろ語りながらさ、あれどうかななんてやってたけど、もう最近カメラ回すねカメラ回すなパーン釣れば行って、パン。ズドーンっつって持ってもバーンって帰ってくるみたいな。行っては釣って、行っては釣って、もうそれ毎日よ。うん。釣りまくりっていうね。で、それを使った時に、 まあこういう合成感のあるステラっていうスピニングが必要になってくるはあ超過が変わるかっていうとあの変わりますね全然ステラじゃないと取れない魚がいる、うん、俺はそれを取るからステラじゃないと釣れない魚がいるんだよな普通のリールじゃ取れないうわかっこいいここ何これこんなとこに書いてる ナイロンとかフロルとかアピ e は0.85だと 150m 負けるみたいな1.55だったら130ぐらい負けるかなすごいな剛性感が違うものが滑らかだわ やべくないこれやばっぬるぬるここ巻き缶最強あと何ともくくよのに言うけど道具として男なんよねはい巻き終わりましたステラの合成感がやばいなもう何物にも変え難いなこれ見て ゴリ感が皆無だよねもう一言で言うとシルキー絹の糸さ合ってるみたいで繊細かつ剛性感かつライントラブルなく故障もなく長く使えるだから本気で釣り始めるんだったらステラをうん手に入れるボーナスのとかのタイミングでね これは一生もんだわ。2500の S のハイギア。ちょっとこれステラ、うん、どんどん買わなあかんな、これ。買わんな、ステラをということでね、えー、またこう実調、使い込んでいって、まあ僕のあの、うんと、一番なんだ、使用頻度の高いのは、あの、エクスセンスなんだけど、正直、あの、たまにステラ使うと、ちょっとエクスセンスは物足りないよね。 トルッキー、トルックが全然違う。もう巻き感も全然違うでしょここで持った時のこれ巻いてほら。物が違うし。ただこのステラしつつ買っちゃうとね、他のリールもう使えないから、正直。戻れなくなるんだよね、他のリールに。だからそこがステラのまた悪いところでね、これ使ったらもう他のリール使えない。別世界よ、これ。本当に。 次元が違う。ステラっていうのは。もうまんま別世界だよね。うん。だからこれ持ってなきゃやっぱリールのことも語ってほしくないし、ステラがあるから俺たちが言うっていうか、うん。ステラっていう道具があるから俺たちが釣りができるし、魚が取れるし、正直ステラ使うと倍取れます、魚は。断言します。ステラを使うと、 超過倍になります。で、ステラじゃないと取れない魚がいます。はい。それをやっぱり取ってください。だからもう、金額がね、まあ、ちょっと高いのが難点なんだけど、もう、うんうんうん、他のリール使えない。超過落ちちゃう。他のリール使ったら。ということでね、えー、今回はステラの紹介でした。最後にドラグオン聞いとく。ドラグオン。